学校どう？学校？え、普通だよ。普通って、うん、普通。受験勉強は？まあちょこちょこしてるかなって感じ。あ、そうなん、うん、医者にはなんない？まあちょっと厳しいよね、うん、まあそうだろうねめっちゃ咳してるじゃんなんか最近やばくてさ、なんか見てあげようか、症状。うん、でも病院行った。あ、病院行ったの、うん、薬ももらって。あ、薬もらった。今飲んでる。あ、何もらってる？薬。え、薬何もらってる？これ見して。あ、あー、なるほど。あ、漢方とか出してんのか。うん、ステロイドとかも出すんだな。へえ、うん、まあ、結構咳強めって言った先生に、うん、言った。あ、ステロイド、なるほどね。まあまあ咳止めと、うん、抗生剤はあんま飲まなく、これ最後のやつは飲まなくてもいいと思います。あ、本当に？あ、本当本当、うん、いや、あんまり、うん、普通の風邪だと思うからそんな抗生剤がないと思うけどね、うん、あんまり、うん、そっか、なんかいまいちだわ。いまいち、うん、病院に言ってそれ。まあまあ飲んでもいいとは思うけど、うん、まあまあまあ、まあ、じゃあ最後のだけ飲まんとくわ。最後のだけ飲まなくていいよ、うん、もし次病院行った時とか、うん、全部ちょっと見せて薬。あ、わかった。全部ちょっとチェックするから。わざわざめんどくさくない？ちょっと写真撮って LINE にちょっとあげて。めんどくせえじゃん。ちょっといや、俺も今めんどくせえ。いや、口悪お兄ちゃんに似たんだよ口悪このクソがマジ。ほら何勉強？いや、勉強今、いや、あの病院で、その研修医で働いたばっかだから、いろいろちょっとね、あのやんなきゃいけないんだよね。まあ、とりあえず薬全部見して、うん、はいよ。じゃあ、じゃ帰ります。バイバイ、さよなら。家だろ失礼します。はい動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。